私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。有吉弘行が嵐、櫻井翔に送ったプレゼントセンス爆発の結婚祝い。俺も最近だったから。10月21日放送の櫻井、有吉座夜会、TBSK のオープニングで嵐の櫻井翔、39、が有吉弘行、47、からの結婚祝いにめっちゃ嬉しい。と感謝した。スタジオに入ってきた櫻井を、有吉と番組アシスタントの丸山礼、24、がおめでとうおめでとうございますと口々に祝福。櫻井が恐れ入ります。恐縮ですと言うと、有吉ははい、もういいですかと切り上げようとし、丸山からもっとやりましょうよ。と突っ込まれていた。櫻井は、嵐の相葉雅紀、38、と共に、9月28日に同時に一般女性との結婚を発表。今回の番組は、結婚発表後初の収録だった。櫻井はやりましょうよっていうのも、なんだかと笑いながら、有吉さん、ありがとうございます。と、有吉からの結婚祝いに感謝。有吉は、結婚のタイミングで花いっぱいもらうだろうなと思ってと、櫻井に大きな花瓶を送ったそうで、櫻井はめっちゃ嬉しい。花瓶がいいんですよ。最高。と大喜び。丸山が分かってらっしゃると有吉のプレゼントセンスを褒めると、有吉は俺も最近だったからさと、櫻井と新婚トークに花を咲かせた。丸山が有吉さん知ってたんですか?と櫻井の結婚について尋ねると、知らないよ。そんなの全然ときっぱり。これに櫻井は言ってないですよ。だって言ってくれないんだもんと、有吉も事前に結婚を報告してくれなかったと暴露。有吉は我々はね、プライベートを大ごとにするタイプだからと笑っていた。ファンは結婚にまだ敏感。櫻井と相葉の結婚については、二人が一度に報告したため、メンバーの松本潤、38、は祝福コメントで最初、二人が結婚したのかと思ったと驚いていた。ちなみに相葉は、アイラブみんなの動物園、日本テレビ系、で共演する DAIGO、40、に電話で直接報告したといい、電話をした時に DAIGO の側にいた北川景子、35、からも何でこのタイミングなんですか。って記者さんみたいに聞かれてと番組で明かしていた。櫻井の口から結婚話が出たことに、視聴者からは今更櫻井翔くんが結婚したことのショックが来た、まだやるんだ結婚おめでとう、という複雑な気持ちや、有吉や丸山が結婚というワードを口にしていなかったことから、これをファンへの考慮だと推測し、結婚ってワード使わんのさすがよなと称える声、やっと夜会で翔ちゃん結婚話できてよかったという祝福など、様々なコメントが上がっていた。有吉が夏目三久、37、と結婚した4月の放送回では、櫻井が有吉に白菜キムチと水キムチと追いキムチと冷麺のセットを結婚祝いに送ったと明かされ、その斬新すぎる内容が話題になった。スタジオ共演者からは、斜め上すぎる結婚祝いにツッコミが入ったが、櫻井はまだ序章ですからと、今後も続きそうなプレゼント計画を匂わせていた。番組では触れられていないが、櫻井がその後、有吉に何を送ったのかも気になるところだ。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。